ドンチャリウス。はい、ということで、今回も出勤した時のスタイリングを紹介しようと思いますという感じで、早速なんですけど、今日は全身こんな格好で、やってきましたと、いう感じなんですけど、いかがでしょうか。はい、そんな感じでね、もうあの見るからにね、僕のテンションが、爆上げしてるのが、バレてるかなと思うんですけど、今日ね、めっちゃ気に入ってます。はい、こういう感じで、まあ今日もなんですけど。はい、まあ、あの全体こんな感じで、まあ、いつものようにね、あのアイテムの紹介から、していこうかなと思うんですけど、まずこの、カーディガンなんですけど、まあね、もうパッと見でお気づきの方も多いかもしれませんが、マリアーノの今季の、20年秋冬のアイテムです。で、まあ、あのデザイン的な特徴としては、まあ、あのまずね、あの生地が、モヘアのカーディガンで、結構ね、あの分厚めというか、カーディガンにしては結構ボリューミーな感じで、まあ、あの身幅もかなり、ゆとりがあるんですけど、丈がちょっと短めで、すっきりしてるっていうね、まあ、そこら辺でちょっとバランス感覚が、いいようなアイテムかなと、思いますし、この背中に、まあ、ロゴがねこう入っているというような、デザインになってます。これめっちゃ気に入ってますね。もう今季のね、ベストバイかもしれないぐらい、気に入ってますというアイテムです。で、まあ、生地もね、さっき言った通り結構分厚めで、あのボリューミーなので、かなりね、あったかくて、もう今の季節から、もうどんどんね、着れるようなアイテムです。っていうか、最近寒すぎる。寒すぎるんでね、ちょうどいいぐらいの、アイテムですと。で、次、インナーなんですけど、インナーが、まあ、これがね、リンガーティーで、まあ、古着なんですけど、まあ、見ての通りね、クールっていう、まあ、タバコの、メーカーというか、銘柄かな。まあメーカーが出してる、まあ、グッズなのかな、ちょっとね、結構古いアイテムで、古着で買ったんであれなんですけど、デザイン的には、まあ、フロントとバックにこうクールのね、プリントが入ってるような、リンガーティーで、まあ、結構ね、タバコのメーカーとかってグッズ出してたりするんで、多分オフィシャルのかなと思うんですけど、ちょっとタグ見忘れたんであれですけど、まあそんな感じです。で、次パンツなんですけど、これが、マリアーノの19年秋冬の、アイテムです。で、まあ、デザインはデニムなんですけど、あのディテール的にはちょっとね、スラックスっぽいような、まあ、ちょっとね、遠くで見づらいと思うんですけど、まあ、ここのにセンターシームが入ってたりとか、あの裾がダブルになってたりとか、ちょっとね、スラックスっぽいような、ディテールもある、まあ、デニムスラックスといったような感じかなと、思います。で、まあ、色味がねちょっと面白くて、まあ、なんていうんだろう、ちょっとメタリック感もありつつの、あ、マットなグレーというか、まあ、ちょっとダークグレーって言えば、まあ、一番あの簡単な言い表し方なんですけど、なかなかね面白い色味をした、パンツです。で、次靴なんですけど、まあ、これがね、というかこれもか、これも、マリアーノのローファーなんですけど、20年 SS の、まあ、モンスターという、マリアーノの定番の、ローファーにジップがついたような、ローファーになってます。はい、まあ、全身はこんな感じだったんですけど、いかがでしょうか。というかね、ほぼね、あのマリアーノのアイテムだったんですけど、まあそんな感じで、今日はね結構アクセサリーつけてるんで、アクセサリーも紹介しようかなと思うんですけど、はい、こういう感じで、もうね、見るからにごちゃごちゃなんですけど、まあ、あのブランドのものからちょっと紹介していくと、まずね、ここが、マルジェラの今季の、4つタグの、リングで、薬指がゴルチエの、リングで、こっちになって、こっちが、アーネストの今季の、リングで、それ以外は全部ノーブランドの、まあ、ユーズドというか古着屋さんとかで、買った、リングです。もうぐちゃぐちゃになってるけど。はい、そんな感じで、であとは、ブレスレットなんですけど、ブレスレットが、ティファニーのバンブーブレスレットと、でネックレスは最近よくつけてるね、今日2個つけてるんですけど、まあ、これもノーブランドの、アイテムですと。はい、まあ、全身こんな感じだったんですけど、めっちゃいいな、やっぱ今日めちゃくちゃ気に入ってます。はい。そういう感じでどうでしょうか。まあ、今日はあんまりね、こうテーマ的な、なんか意識したことは少なくて、まあ、今日はね、カーディガン、これをね着たかったんで、まあ、これをメインにというか、これを主役に、して、あんまり他は邪魔しないようにというか、あんまりこう尖ったアイテムはね、入れずにというか、まあ、シンプルにこう組んだみたいな感じかなと思うんですけど、どうでしょうか。
はい、めっちゃいいんじゃない今日。やっぱね、あの雰囲気あるね今日、オーラやばいねだし、さっきね、あの外をねちょっと歩いてたんですけど、用事があって、そしたらね、もう本当に通り過ぎる人とか、ちょっと遠くの人でも、いや、あいつ誰みたいな、何もみたいなそういう感じでね、ちょっと心の声が聞こえてきたぐらいなんでそんぐらいね、あのオーラがあるかなと思います今日。まあ、自分でオーラあるっていうやつ大体ない説あるんですけどまあそんぐらい、結構今日活かしてるんじゃないかなと思います。まあ、大前提としてね、僕の住んでるとこが田舎っていうのもあるんですけど、大田舎なんですけど、まあ、田舎っていうのもあったとしても、結構都会行ってもね、目を引くような、スタイリングなのではないかなと思います。まあ、スタイリングっていうよりか、もうこのねカーディガン頼みというか、まあ、これがすごいね、もう僕の今言ってる雰囲気出てるっていうね、もう 99% の要因でしかないんですけど、はい、こういう感じで。だしね、これね、まあ、モヘアのカーディガンなんですけど、これもうね、やっぱモヘア特有のこの起毛感というか、これもう見てるだけであったかいじゃないですか。だからもう最近寒くなってきたから、今日みんなに見られたのかは分かんないですけど、まあぜひね、寒い方、僕のね、この格好を見て、ぬくぬくしていただけたらなと、思いますと。いう感じですし、僕はね、一度も経験ないんですけど、まあ、こういうねモヘアのアイテムとかは、まあ、男がね着てたら、結構ね女子がこう女子にボディタッチ、されることができる、ようなね、そういう、強みもありますんで、非常におすすめですまあ僕本当にされたことないんであれなんですけど、ちょっと触りたくなるような感じじゃないですか、見てて、ちょっと可愛らしいというかね。なんでね、まあ、ひも手の方とか、まあ、童貞の人とか結構おすすめかなと思いますっていう、まあ冗談は置いといても、今日結構イケてるんじゃないでしょうか、めっちゃ。で、まあ、さっきも言った通り、このね、カーディガンが丈がちょっと短めというか、ショート丈な、シルエットなので、結構アウターとか、ジャケットとかって1枚着るとインナーがね、こう見えなくなっちゃうというか、まあ、再現するとこういう感じで、もうパンツ、アウターとかパンツ、ジャケットとかパンツ、トップスみたいな感じで、こう色味にね、こうなんか、なんて言うんだろう、2色しかないからちょっと寂しいじゃないですか、見栄えが。ってなった時に、ショート丈とかだとね、ちょっとこう普通の T シャツとか着るだけで、若干こう裾が見える感じ、チラ見えする感じで、ここがね、なんかこうなんだろう、スタイリングにこうワンランク深みを加えるというか、なんていうんだろう、ちょっと見ようによっちゃというか、場合によっちゃだらしなくなるかもしれないんですけど、いい感じにね、バランスが取れてればなんかいいんじゃないかなと思います、このレイヤード感が。っていうかね、レイヤードに最近ハマってて、まあこのトップスのレイヤードもそうなんですけど、あとは、アクセサリーの、まあ、ネックレスのレイヤードだったりとか、あとはこっちか、指のねリングのレイヤードとか、結構レイヤードするとね、スタイリングになんていうのかな、ちょっといつもと違ったよりこうコクが出るというか、いう感じなので、おすすめですまあ今日はこんな感じですし、あと今日そうだ、さっきね特に意識したことはないって言ったんですけど、まあ今日ね指周りのが結構ごちゃごちゃしてるには理由があって、なんかこう見た時に、なんていうんだろう、この水色とこのシルバーのね色味がね、なんかいい感じに合ってるなっていう感じで、なんか気づいたらね、どんどん指輪つけてて、もうこんなになってました、ガチャガチャになってましたっていうような感じですし、なんかね最近指輪がね少なめになってたんですけど、なんか一周回ってまたね指輪熱が、再燃してきて、こんな感じになってしまったという感じです。はい、まあそんな感じで、今日はこういう感じでしたと。どうでしょうか、ぜひね、コメントお待ちしてます。かっこいいとか、触りたい、あったかいとかねいう感じのコメントお待ちしていますし、まあ、今日のね、アイテムで言うと、まあ、この T シャツとか、まあ、タバコのね、メーカーが出してるグッズなんですけど、古着とかでね結構タバコメーカーが出してるグッズが、あったりするので、そういうのね、イケてるものが多い印象を僕はね結構受けてるので、そういうなんか糸口という
糸口でという か, なんかそういう探し方を、してね、なんか新しい服に出会うのも、いいかもしれませんし、なんかね、あの巷の噂では、あの今期のねトレンドはモヘアらしいんで、まあ、古着とかでモヘアのカーディガン探したりとか、まあ、僕と同じね、これを買ったりとか、してもいいかもしれません。まあトレンドがどうとかっていうのはね、正直ねあんまり関係ないかなとは思うんですけど、まあこの動画を見てね、欲しいなと思った方は、ぜひね探してみるのもいいかもしれません。とまあね、今回はこんな感じでした。まあぜひね、さっきも言った通りコメント欄にコメントお待ちしておりますという感じで、今回はこんな感じです。またね、次回のスタイリング紹介をお楽しみに。また